はい、こんばんは、怠惰不勤勉でございます。例によって例のごとくの、あの自作スポットクーラーの再改良ですかをちょっとやってみたので、まあどんな感じで言いますか、まあこんな感じです。ここから、まあね、この送風のね、ここがね、あまりにも弱いもんで、で、それをここからこうやって、で、買ったこの扇風機ですね、この小型をつなげてやればひょっとしたらって思って、ちょっと試しにやってみました。では、まあ例によって、あと中身もなんですけど、まあこの気化熱のね関係で、ここにちょっとあのコップを入れて、まあまだ濡れるか、まあここでねなんか濡らしておけば、まあここから空気を取り込むときに、まあ冷たい空気を取り込みやすくなるだろうと思うので、はい、まあ乾燥しにくくするという兼ねてこういうふうにやってみました。で、まあとりあえずこっちの方は、でまず一回、よいしょ、もうこれいろいろ改良したんですけどね、ちょっと、ダメっすね。微妙になんか冷たい空気が来てるけども、なんか思ったほどではないんですね。これちょっとひょっとしたらちょっとホース本当になんかここからなんか微妙なね、なんか冷気が来てはいるんですけど、ああもうダメダメ、見にくいね。本当なんていうか、気持ちなんとかっていう感じだからダメだったのかな。じゃあこれで、ではこっちのスイッチを、まあこうじゃなくてハイにしてやってみても、ダメっすね、うん、多分短くしてもこれ変わんないと思います。おそらく冷気は取り込めてるけど、結局こっちの扇風機の、なんていうんでしょうね、風力の方が強すぎちゃって、吸気はしてても結局このこっちの、なんていうんでしょうかね、冷たい空気をここでやったとしても、結局ここの、うん、数の方がやっぱりちょっと強すぎちゃうから、結局これのせいで冷風の威力がすっ飛んじゃうところですね。うん、ダメ、風力をねなんか倍加にしようと思ってね、こういう風に取り付けてみたんですけど、これはやはりもう完全にこの時点で失敗です。残念ですね。なんかこういうようなね、やり方をねやってる動画を結構見てたりしてたんですけど、あれ多分思ったほど効果ないかもしれないですね。まあ、ちょっとやったところでね、そんなに全くああいうわけでもないし。
失敗。残念です。まあとにかくやっぱりあのいろいろスポットクーラーのねやつのね動画見ていたんですけど、やっぱり結局は風量問題っていうのにどうしてもやっぱりぶつかってしまうようです。はい、あとは保冷剤なので、まあね散々言ってますけど、やっぱりもう小中学生の夏休み の、 あの自由研究の課題程度にしかならないってことですね。なのでよほどの何かで、まあ、保冷剤のなんかやつもね、なんかちょっといろいろこの前回やった時と比べると、なんかあの布をその保冷剤の上に敷く布をちょっと2枚重ねにしてみたんですけど、まあ、あれでどうなるかは分かんないのけど、まあ、とりあえずあれやれば少しは持つっていうのは分かったんですけど、とにかくこの風量の弱さがやっぱりネックになるし、あとやり方が悪いと思う。結局ねこっちの元のね方でもやっぱり保冷剤があまり持たないっていう弱点があるので、やっぱり、うん、実用性ははっきり言ってもこれは乏しいとしか言いようがありません。なので結局はお遊び程度っていう感じですかね。はい、なのでまあ小学生とかのねなんかの工作でやるにしてみても、結局保冷剤はまあねなんか凍らせたら、ペットボトルになんか水入れて凍らせればまあそれでいいんだかもしれないですけど、あとそれ以外の材料っていうんでしょうかね、あの CPU ファンですか、あれとかだって結構いい買い物するし、クーラーボックスだってなんだかんだで100円、まあお遊びで作るっていうようなあれでだったらまあいいのかもしれないですけど、まあ僕はちょっと悪いけど、うん、後々のこと考えるとあんまりいいあれとは言いませんので、僕は悪いけども作らない方がいいと思います。まあ結局ここまでやって材料費いろいろ合わせてなんだかんだで3000円はもういっちゃいましたね。はい、で思ったほどの成果は得られませんでした。シャーディス教科って感じでした。はい、というわけでこれにて終了したいと思います。ではご視聴どうもありがとうございました。保冷剤の結果ひょっとしたらやるかもしれないので、まあ、とりあえずまた後でそこに関してはひょっとしたらやるかもしれないのでよろしくお願いします。ではご視聴どうもありがとうございました。